は今日は11月8日日曜日で大阪からの話で始めたいと思います。今日はまあいつもの通り仏教や心理学の幸福の知恵ということを中心にしたいと思うんですが、まあ、その前に昨今今話題の米大統領選挙を取り巻くお話を多少ですね心の問題と絡めてお話したいと思います。まずちょっとこちらの資料で基本的なことを確認したいんですが、取りましたね。はい。まあ昨日から、本日今日にかけてバイデン前副大統領の当選が確実になった。でまあ少し前ですかね、国民向けの演説が行われたと。しかしながらトランプ大統領の方は、勝ったのは私ということで、まあ、アメリカの大統領が通常行う、要するに敗者が勝者を祝福することですね、まあ、コンシード、コンセッションというんですが、その行為、これを拒絶していると。でその背景には選挙に不正があったという主張です。またこれと一緒に行われたその下院選挙も含めて、トランプ大統領の支持層の中にはそういった陰謀説がかなり広がっているというのがあって、まあ、今回の選挙の不正というのもそれとこう連動しているその一環ではないかなと思います。でそういったトランプ大統領の不正の主張はその十分具体的な根拠これがないということで、その共和党の同僚ですね、これからも同調できないというか批判的な声があるようですが、 SNS では急速に広まっているそうです。でそれに対して SNS 側がそれに制限をかけようとするようなところがあったり、ないしはその大統領の生中継ですね、これの根拠がないままそれを放送することを米三大ネットワークなどがその途中で打ち切ると、大統領の記者会見を途中で打ち切るという対応をして、まあ、異例の対応が起こっている。で、そういった投票について拡散された不正の噂、これを検証してみると、これはまあ BBC の検証なんですが、まあどんなものかな、死人が投票しているという噂がある、まあ、1823年生まれの人とかね、それがあるそうなんですね。ちょっとこれ全部出てこないかな。でそれから次にはそのこれなんですけど、ミシガン州の票数の地図に関係して分かったことが、そのある段階でのその票の伸びで13万票バイデン氏は伸びたけど、その発表でそれ以前の発表から全くトランプ氏の票が伸びないという非常に不自然なことがあったと。それからあとはその登録有権者の人数より投票者数が多かったと。それからサインペンでその、まあ、投票用紙に記載すると機械はサインペンを読み取らないからというような、まあ、そういった無効になってしまうという話、これがあったと、まあ、そういうような話があったと。で、まあ、一つ一つ BBC が検証するところによると、そんなことはないということなんですね。で、まあ、取り違いだったり誤解だったり一時的なミスでそれがすぐに取り消されていたり、などということだそうです。しかし、まあ、こういった陰謀説が SNS では十分な検証を経ずにダーッと広がってしまっている、そういう状況があるということです。で、まあ、この不正選挙を訴えるというところはその私が過去に経験したオウム真理教の時と似たところがあるのは私個人も思っていたんですが、まあ、それをまあツイッターなんかで少しツイートしている中で、まあ、同じようにこれは日刊現代なんですけど、それは心理学者の分析とともに重なる部分があるという記事、これが出ています。まあ、ここを読みますと、オウム真理教は
その25人の候補者を立ったものの全員が落選して、しまったと。でトップ当選すると豪語していた教祖の麻原元死刑囚ですね、その時に、まあ、投票箱をすり替えられた国家の陰謀だ不正選挙だという言葉これがあったと、ね、でそういったあの選挙の大敗を受けてその国家は不当であるという思いを募らせて後のテロ事件につながったんではないかということなんですが、しかしこれがですね、まあ、この記事にありますようにトランプ大統領の不正選挙の訴え飛んでしまいました、それにこうして開票所に押しかけて感情をむき出して不正を訴える、まあ、トランプ信者の姿と重なると、まあ、一部の信者はなんか武装化してて信者なんて支持者ですね、なんか逮捕されたという話これもありました。まだ少し前は、まあ、トランプ氏の支持者がある州の知事ですね、これに対するテロこれを計画していて集団で逮捕されたという事件もありました、まあ、そういうようなその、まあ、陰謀説をこう背景として、強い敵対心を持って、まあ、そういった法廷闘争とかそれから暴力行為とかそういうような展開が見られているというのオウム真理教のケースと類似点があるんじゃないかということです。で、まあここで、心理学者の見解が出てるわけですが、トランプ大統領をソシオパス社会病質人格障害者と要するに臨床心理学者のメアリーという人でかつトランプ大統領の姪ですね、その人がそういう本を出していると、まあ、そういったところが出てきてるんじゃないかっていう見解ですね。で、まあ、この中でもオウムとの共通点や、まあ、トランプ大統領のツイッターの呼びかけに賛同したその支持者がミシガン州の知事を拉致しようとして FBI に逮捕起訴されたというこういった事件、これがあったと、まあ、こういうことが述べられています。でここで少しこれについて考えてみたいわけですが、まあ、まずどんな行動があったかというと選挙が不正であるんですね。それと連動しててですね、影の政府が今、アメリカをないし日本を支配しているという陰謀説があって、まあ、そういうことを説く、まあ、存在として Q アノンというのが今有名になっているそうなんですが、Q アノンがトランプの支持者なんですね。で、それに基づいて見解が対立して法廷闘争をしたり、まあ、逮捕事件が起こったりするということです。で、まあ、こういったオウム真理教ともその通じるこういった問題は陰謀説によってどんな心理状態になるかっていうと、その陰謀説を信じている者はその対象が悪魔のように見えてるんですね。非常にひどい存在だというふうに、もうその凶悪であるっていうかね。で今度逆に陰謀説を信じてない人から陰謀説を信じて、こういった選挙不正の主張をしたり法廷闘争をしたり、またこういった犯罪行為をやる者は同じように悪魔のようにですよね。いわゆる社会に非常に深い対立、社会を善悪で二分してお互いがお互いをその非常に、悪いと思う感情が出てしまう、まあ、簡単に言うと相手が悪魔のように見ている。で今度自分は正義の神、ね、相手は悪で自分は正義なんですが、それもうちょっと強くて相手は悪魔自分は正義の神みたいな、非常にこう不平等な善悪で二分化された状態になります。そうなると暴力手段が正当化されてくるんじゃないかと、まあ、私は思う。同じ、まあ、平等な人間を相手にするんじゃなくて非常に悪い存在で悪魔のように見えてきて、自分側がその正義を守る存在に見えてくると、神と悪魔、悪魔をこう排除するためには何やってもいいという考え方がこう出てくる。これは戦争とかテロに、よく付きまとう心理状態だと思います。まあ、ナチスはユダヤ人を悪魔のようにしてそれを虐殺していったっていうかね、悪い種だと。大日本帝国にとってはアメリカやイギリスっていうのはその鬼畜米英といってその畜生かまたは鬼だということだった。まあ、イラク戦争の時にアメリカはそのイラクのフセイン体制はアルガイダとつながっていて、でその大量破壊兵器核兵器を作って、まあ要するにテロ組織テロ国家だと認識して、で戦争を行って
見たら大量破壊兵器もアルカイダとのつながりもなかったことが分かったけども、その前の段階では国民全体を、国全体がそういう方向に先導していったということがありました。まあ、あとその日本ではそのいわゆる関東大震災の時にですね、朝鮮人が井戸に毒を持ったというそういう噂が広まって、で朝鮮人がまあ殺されるというそういうこともありました。こういった陰謀とか不正とか、そういったものに対する噂が広がって、でそれ相手を悪魔と見て暴力行為が出てくる。まあ、ちょっと違いますが、欧米のなした植民地侵略、今侵略って言ってますが、あれもですね、侵略することをこれが悪いと思ってないんですね。そのキリスト教という真理のを持った先進文明である我々欧米の人間は、その未開の人たちにこの真理を広める、かっこ武力を持ってもこれは明白なる神の天命であると、マニフェストデスティニーということで神の与えた天命だと、自分たちは神側に立って相手が未開の人間、同じレベルの人間と見てないんですね。人間がその平等性、平等感を失って不平等な人間感を持ってしまうと、相手が悪魔のように悪い人だとか、相手が自分たちの一次元低いクラスの人間であるということになると、この暴力行為とか、まあ、その人権を無視した行動っていうの、これがまあ正当化されるんだと思います。さて、それはともかくとして、この陰謀説、これが急速に広まっているその背景心理は何なのかっていうところを、これちょっと探っていきたいんですが、そこで一つ私も過去の経験から、これはこういうことが言えるかなと思った、そういった心理学者の見解っていうのがありました。実はこれは今回のですね、選挙不正その他の陰謀説の話ではなくて、新型コロナウイルスの時も陰謀説、これが広まったわけです。つまりこれは中国の生物兵器ではないかとか、それからビル・ゲイツが撒いてるんじゃないかと、なんで撒くかというと、彼はワクチンを作って大儲けするためにまずウイルスを撒いてる、そういう、それからもう一つ一番単純なやつはですね、これは何でもないんだと、風邪とかインフルなんだと、だけどそれを新型コロナと言って、人々をこう誤導してるんだと、ね、でそういった、簡単に言うとコロナなんかありません説であります。これはトランプ大統領の支持者の方に結構広がってる考え方で、それを広げて政府が人民を統制しようとしてるんだと、で我々の自由な活動、経済活動を妨げる、その口実にしようとしてるんですね。コロナなんかない陰謀説と、コロナはこいつらがやった陰謀説と、いろんな陰謀説がバーッと広がって、まあ、一つに具体的な根拠はないわけですけども、そういうことです。そしてそういった中で、この米大統領選挙、これがまた陰謀説絡みで広がっているということなので、この大統領選挙をきっかけにこの陰謀説が出てきたわけじゃなくて、もっと前からずっとそういうのがあったという、新型コロナの時からあったし、その前からあった、そのなんか流れ、原因を探ってみようと、ね。で、ここにですね、一つご紹介したいのはですね、あるこれは心理学者の方だと思うんですが、その見解なんですけども、よいしょ、コロナは陰謀と信じる人々を生む深刻な病巣ということなんですが、ここで社会心理学者ダニエル・ジョリーの分析っていうのがあります。でそこのところを少し、まあ、ご紹介しますと、もう少し前からないかな、これは社会的な孤立、これを感じている人、そして自尊感情、これが満たされてない人、傷ついている人、これが陰謀説を信じる心理的な利益があるために、信じていくのだということです。でそれをもう少し、ご紹介すると、まあ、少しここら辺からがいいんですが、このような考え方に支配されやすい傾向を部分的に後押ししていると言えるのが、コミュニティの崩壊に伴う社会的孤立の増大がもたらす自尊感情の危機である。
思えば2011年の東日本大震災は新しい社会不安の時代の幕開けであった。この時期に出現した絆の大合唱と人口地震テロ説の流布は偶然ではない。まあ絆っていうのは孤立してた人をまたつなげていこうっていう、そういった絆の大合唱だったわけで、東日本震災の時の絆ブームっていうんですかね、それを覚えられていると思うんですが、それ逆に言うと絆がないから絆ブームになったんだと。で、絆が薄い孤立している社会において、同時に東日本震災の時にその人口地震説、これが広がったはずだと。その陰謀説と社会的な孤立っていうのが関係していることが東日本震災の事例でも分かるんじゃないかってことを、まあ、この心理学者は言いたいわけですが、まあ、もうちょっと読んでいきますと、地震と津波と原発事故によってソーシャルキャピタルの脆弱さと各人が覆い隠してきたよるべなさが露呈しただけである。多様な社会関係から切り離され、安らげる場所がないものほど見知らぬ他者が提供する刺激的な物語や現在の境遇を逆転させる別様の現実に傾倒しやすくなる。これは自尊心を守るためのいわば適応地形態でもあるんだ。アメリカの科学雑誌ディスカバーは、陰謀論を唱えやすい集団には社会経済的地位の低い人々、排除されている人々、人生が手に負えないと感じている人々が含まれていると指摘し、これらの集団の数はコロナ禍が始まって以降増加していると思っている。まあ、新型コロナでそういった社会的孤立感とか自己肯定感が低い、そういった人たちが増えているということですね。そしてそれが陰謀論によって悪い意味で歪められた形で、救われているのだと。陰謀論は社会的排除に対する完璧な解毒剤。ここで紹介されている社会心理学者ダニエル・ジョリーの分析は特筆に値する。彼は陰謀論が社会的排除に対する完璧な解毒剤として機能していると看破している。つまり自分たちは他の真実、自分たちは他の真実を知らない人々と違って水面下で何が進行しているかを正確に理解している。還元すれば特別な情報にアクセスできている自分たちは特別な存在と信じることによって傷ついた自尊感情を救済するのであるんですね。まあこうして、ここにありますが、コロナはフェイクだ、パンデミックは嘘っぱち、このような物言いに飛びつくのは、この中でパニックに陥った世界全体を嘲笑することができるステージへと素早く上昇し、悪意のある何者かによる陰謀というハリウッド映画さながらのドラマチックな物語性を生きることができるからであるということですね。これはオウム真理教の中を考えてみると、今から、まあ、確かにその宗教っていうのはこの陰謀説の集団とかなりダブルところがあります。つまり自分たちだけがその世界最高の唯一の真理に巡り合ったということで宗教は展開しやすいですよね。選ばれた民っていうか、自分たちの 教団が最高でそれ以上のものはないと。これはまあよくユダヤ教の先民思想と言われてますけど、キリスト教もそれが最高だっていうわけだし、どんな信仰宗教も大抵は自分たちが唯一絶対って言います。そうすると自分たちが幸運にもないしはもともと優れていたからか、その最高のものに巡り合ったっていう自尊感情の充足、これがあって、だけど外の社会はそれを理解しない人たちが多くて、でも外の、多くの人が理解しない中で自分は理解できたんだっていうことがあるので、あんまり多くの人が理解しないことが逆に密かに喜びになっていたりして、で理解しない外の人たちが自分たちを攻撃しても、それは攻撃されることが要するに自分たちの価値をですね、逆にこう高めているような、まあ、そういうような構造、これがあるっていうね。ですから、まあ、ここにあるのに、これは社会的な孤立の真っ只中にいる者にとっては福音であり、現状の生活では得られない代替地位が大きな魅力となっていると。現実のリアルの世界の中では自分たちはそれほど優れた存在ではないと、ないしは逆に孤立している、恵まれないというか認められてないと。しかし陰謀説を信じた途端、ほとんどの人と違って自分たちはすごい存在になったと、こういうふうに思い、ないしは昔と違って自分たちは
その自分は自分たちは優れた存在になったと思い、そしてそのためにこう劣った存在ないしは悪い、存在と戦うっていうことにこう自分をこう動かしていく、そういった一種の充実感というのがありますね。しかしこれは錯覚に基づく不必要な戦いであるとすると後から後悔することになりますが、とにかくハリウッド映画さながら の, その刺激的なその生きがいを感じることが少なくともできてしまう、その一瞬に関して、ね、信頼できる対人ネットワークの少なさもこれを後押しするだろう。週に感染者や医療従事者がいなければコロナはますますメディアの産物でしかなくなり、その真実性をいかようにも加工することが可能になる。まあこれはコロナが本当は存在しないんだって陰謀説に関してなんですね。これが反ワクチンなどの運動と結びつくと面倒だ。マイクロソフト創業者のビル・ゲイツが新型コロナウイルスのワクチン接種でマイクロチップを埋め込もうとしているという陰謀論があった。まあこういった陰謀論もあるそうだ。でまあこういったものはナルシズム、その自己愛ですね、過剰な自己愛 の, 欲求と関係しているのではないか、よって普遍的なものではないかという話です。まあ、こういった自尊感情を社会的に孤立した人に関してその歪めた形であっても救う効果があって陰謀説が広がっている部分があるんじゃないかということになる。でアメリカの今までの流れによるとこういった陰謀説を含めてそのトランプ大統領の支持者これがその急速に拡大したのはそのこの30年間で米国を主導としてグローバル化をやったと。でグローバル化をやったときに取り残された米国の中に取り残された人がいた。昔は6割ぐらいがアメリカ中間層だったんでそれが5割ぐらいに減っちゃって、まあ、要するによく言うのは白人の非高学歴の人とかラストベルトって言われている工業地帯っていうのがそのこういわゆるウォール街とかそのニューヨークとかカリフォルニアサンフランシスコとかシリコンバレーとかそういったところだけがこう大金持ちになっていく中で自分たちは取り残されて、そういう貧富の格差が出てきちゃった。そういったその格差を感じているこう自分たちの価値が感じられなくなってしまった人たちが出た、まあ、そういったことはこの社会的孤立とつながってくると思います。あと現代の社会はいろんな要因で単身者が増大してるんですね、その一人で住んでいるとか日本ではもうそれが3割ぐらいでドイツでは 40% に至っているとか、まあ、そうするとおのずと要するにもうその生活形態自体がね孤立的なんです。そして新型コロナっていうのはこの社会的な距離ソーシャルディスタンスっていうのがあって人々の間の交流これを少なくなったと。そうすると何か一つの考え方に陥った時にその自分をこう何か扇動してくれる人もいないしその孤立感というのはその疎外感というのが高まってくるんじゃないかと。でまあこういったような背景があって、まあ、社会的な孤立社会的な孤立っていうのはこう物理的な視点だと思うんですが、あすいません物理的な孤立っていう社会的な孤立なんで交友関係がないとかそれから自分が認められてないと。尊重されてないですね。だから経済的な格差とも関係してくるんですね、うん、そういった傷ついた自尊感情が陰謀説によって、まあ、歪められた形で救済する。だからそういったものを信じたい心理っていうのが陰謀説に触れた時にもうすでに前もってある、うん、で陰謀説が渡りに船になって自尊感情の充足に至ってるんじゃないかと。でまあ、これは私の昔のオウム真理教の経験からしてもその信者というのはそういうようなまあ状態になるかなって思いますし、またある指揮者がトランプ大統領の支持者は支持者じゃなくて信者になってしまっているというふうに言っていたことがあるんですが、まあそれはその主張内容が具体的科学的合理的根拠がなくてもそして事実と反対であってもトランプ大統領が言うとそれを信じると。それはトランプ大統領 を信じたいというそういった気持ちがまず最初にあるってことですね、だからその信じたいという気持ちがあるとその信じたいものはなくても見るし信じたくないものはあっても見ないという人間のそういった強い感情が生きた時の、まあ、傾向ですかね。
好き嫌いの感情が非常に強くなると、あっても嫌なら見ないし、なくてもその好きなら見るしといったことが起こるように、まあ、そういったことを言って、まあ、そうすると盲信状態ですから、それはあの宗教集団、カルト宗教集団と近くなってくると。でそれに加えてですね、経済的動機で流布している人もいると思います。陰謀説に関しては、その陰謀説を広める人の中には、陰謀説これが非常に魅力的な商品だと、この要するにさっき言ったハリウッドさながらの物語を与えてくれるわけですから、あ、それは非常に魅力的だ、魅力的だと売れるというわけです。それをバーッと YouTube で拡散するとたくさん見てもらえる、たくさん見てもらうとお金になれば、ね、だからその YouTube でないしは SNS でいろんなところですね、アクセスが増えるとお金になりますから、あ、そういう動機の人もいると思います。私もオウム真理教のその陰謀説というのが、実際にはオウム真理教だけで作ったわけじゃなくて、いやオウム真理教で作った陰謀説はほとんどありません、うん、あの一点を除いては、それは陰謀説の中で陥れられる存在、そしてそれをかいくぐって勝利する中心人物が、これは麻原だっていう話だけはオウム真理教が作ったものですが、しかしその前からですね、世の中にはたくさんの陰謀説、ユダヤフリーメイソンの陰謀説とかありました。それからなんかヒトラーが復活するって話もありました。ノストラダムスの大予言といった、まあ、そういった現実にはないようなですね、悪い世界は滅ぶんだというような、そういった話もありました。そういったものを全部教団が取り込んで、そこに麻原をポンと置いたっていう形なんで、陰謀説はどんどん外からこう吸収してたんですね、うん、吸収してたっていうか、教祖が若い時に自分がそのサブカルのメディアの中で吸収した陰謀説に、それを自分だっていうのを加えたのがオウム真理教の、まあ、世界観、未来観と言ってもいいようなもんだったと思います、そういうような背景事情、これがあります。でそういった背景上に関して何を言いたいかというと、そういった陰謀説、これをその私や麻原がですね、20代10代の時にこうあの盛んにこう流布していた、雑誌があるわけですね、まあ、あの時はあまりネットとかなかった雑誌があるわけ、精神世界で、オウム事件が起こった後にその精神世界の雑誌の方と、まあ、取材を受けたんで、まあ、交流する機会があったんですけど、まあ、あの私の方からも、まあ、とにかく報道の自由、出版の自由、それはあるだろうと、しかし、これからはこの陰謀説はエンターテインメントですってことを表紙のところに書いておいてくれないかと、真に受ける人がいると信者、真に受ける人がいるとその後行動がどうなるかっていうんだと、それに対する彼らの反応はこういうものでした。そのいや、エンターテインメントって書いてしまうと、つまり嘘だって書いてしまうと、それは読まないですよね。そうですね、でもやっぱりあのこういう問題が起こるってことは、やっぱり報道の自由ってことですか、まあ私たちも生きていかないといけませんから、まあ彼らも彼らでね、今やっぱり経済大変だと、でグローバル化で自分たちはあの危険だと、出版も危険だと、ネットでやる人もお金が欲しいってところで、それでやっぱりこうなんとか生活しようって中で、その陰謀説が良い商品だと、それが非常に消費者がいると、でだから供給者がいるんだということで、まあ、事件まで起こすのはその人たちの責任と、うん、私は悪いんじゃないというふうに言い訳しながら生きているというようなこともあったと思いますね。ですから、まあ、いろんなね、あのネットで注目を集めると、それで自尊感情を満たされるという精神的利益もあるし、同時にお金もこう儲かるということもあるし、で最近は政治権力も得られるということになって、そして自尊感情、そして経済的利益、政治的利益、こういったものを得られるということは、陰謀説はいいと、うん、陰謀説はそのいい、流布したい、信じたい、流布するからにやっぱり正しいと思って、流布するというのは信じるわ、トランプ大統領はあのような陰謀説、それをその支持者か信じ者か分かんないけども、その人たちを操るために言ってるのかというとですね、オウム真理教教祖麻原彰晃の、まあ、ケースを見ると、そして全てのカルト教団の教祖の傾向を見ると、本人が信じないとその支持者信者に強いインパクトを与えられるぐらいには強く表現できないんですよね。後ろめたさを感じながら曖昧な表現で、もしかすると不正があったかもしれないというような感じの人は全然巻き込みません。あった、俺は戦うと言ってますよね、トランプはね。そのアメリカの正義のために、法を守るために、決して私は諦めない、戦うんだ、ね、
そういうような思い込みができる人っていうのは、でも自分でも本当に思い込んでんじゃない、うん、まあ、さっきのその日刊現代の記事の中にも言ってましたが、あ、そういった人っていうのはそういった虚偽の主張をですね、その思い切ってできるってことだけ書いてありましたけど、それは詐欺師のようなもんだって書いてありましたけど、その詐欺師っていうのは皆さんイメージとして、その自分で詐欺をしているという自覚があるっていうイメージですよね、うん、だけどですね、一流の詐欺師は本当に信じ込む人が一流の詐欺師だっていう考え方もあるんですね、まあ、0.01% ぐらいなんかどっかで思ってるけど、それ 99.9% はそうだっていうんですね。これは役者と結構似てると思うんです。役者で、私はある役者の人と対談したことがあるんですけど、その役者もそうですよと、でも 99.9% までです、 0.1% は自分はこの役者じゃないと、いう自分は役者であってこの役柄ではないんだと、まあ、例えばそのトランプ大統領という役を演じる役者の人は 99.9% 役者になると、で 0.1% 役者っていうかそのトランプ大統領になると、一方 0.1% だけ役者っていう自分を保ってる、それが役者ですと、うん、しかしその 0.1% がなくなってしまうぐらいになってくると、超一流の詐欺師だとかそういったまあ陰謀説で人を扇動するっていうことになるかもしれません。 0.1% もないかもしれないけど 0.001% ぐらいどっかにあるかもしれないけど、それがあると、それが自覚してしまうと思い切ってできないので、そういった部分は自分の無意識、潜在意識に抑圧しちゃってね、表層意識じゃ本当にそうなんだと思ってやっていると。だから本当に自分で信じていて、自分こそが一番信じてる人が周りをこう巻き込めるっていうこともあるんで、まあそこら辺はちょっとよく分かりませんけどね、Q アノンをやってる人とか今こう陰謀説をやってる人、下の人はこう巻き込まれてて本当に信じてるんだと思いますよ、うん、でこう中心に巻き込んでる人の中で冷静に経済的利益でやってる人と、それから本当の中心人物でやっぱり自分、人間は善になりたいっていうのがあるから、これが真実だと思わないと言えない人もいると思うんですね。そういった問題、これがあると思います。ということで、まあ、信じたいという心理は自尊感情の充足ですが、それに加えて経済的な動機、それを信じてそれが正しいと思ってそれを流布する方がお金も儲かるし権力も得られるし、場合によっては競争になれるし政治大統領になれるというようなことがこの陰謀説に関係してあるのかということであります。ですから、まあ、利益があるからそれを信じる、また流布する、そして流布するからにはそれが正しいと信じないとやってられないということで、こう一種なんかどん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 増幅エスカレートしていく部分もあると思います。まあ、トランプ大統領ないしはその陰謀説の支持者ってのはここまで来たからなかなか止めにくいんじゃないかなと思いますね。でいろんなまあ報道機関の指揮者の見解を見ると、トランプ大統領は法的闘争をなかなかやめないんじゃないかという話もあります。ただ一方、まあ、彼を支援してた FOX とか、あるいはニューヨークポストとか、そういったメジャーな3つぐらいの報道機関があるんですね。大メディアにはちょっと敵が多いトランプ大統領ですが、3社ぐらいはですね、味方の報道機関があって、それはルパート・マードック氏っていうそのメディア王が持っているやつなんですが、この数日前からその風向きが変わって、反トランプになりつつあるんですね。でそこら辺からそろそろトランプ大統領を説得しようと、そろそろやめとけと思うという感じの流れになるんじゃないかって話もあります、まあ、今後どうなるかは分かりませんけど、どんな風に転換できるのか、それとも最後まで戦っていくのかよく分かんないんだけども、まあ、それは一つ非常にこう注目しておかないといけないと思います。で、まあ、そういったものが社会的な孤立とか傷ついた自尊感情っていうものが多くの人々にあって、でそれを救い取るカリスマ的な人ですよね。それによってこう刺激されて集団化して教祖宗教とかカルト宗教とか政治運動ポピュリズムとかそういったものがこう生まれてくる構造になって、でもその背景にこういった社会のですね、その歪みっていうかそういったものがあるとすると、これは一つの社会心理現象であって社会全体に要因があるんだというふうに考える人があると思います。しかし社会全体に要因があっても二分化された社会っていうのが同時にあるんですね。つまりこの
なんていうか陰謀説を信じやすい、信じてる人っていうのは、それは社会全体の要因からそういうのが生まれてきたんだけど、その陰謀説が現れることによって社会が二分化されて、陰謀説を信じてる人は陰謀説を信じてない人と自分たちが同じ社会にいるんだってこと。そして特に陰謀説を信じてなくて陰謀説を信じてる人がおかしいと思ってる人は、それは自分たち陰謀説を信じてないものを作ってる、この社会の歪みが陰謀説を信じてる人を作ってるんだって自覚、これなかなか持てない。なんてあいつらひどいんだろうと思うんですが、自分たちが悪かったって到底思えない。そういう問題があって、まあ簡単に言うと社会心理現象で社会全体の歪みから出てくるんだけど、それを見る人たちは誰もがですね、要するに二分化された社会の中から見てるから、陰謀論なんてもう悪魔のようなやつらだ、あいつらやる見なきゃ。一方その陰謀論信じてる人は、信じてない人がその悪魔のなんか手下っていうんですか、そういうふうに見えてしまうから、どっちもつながりを失ってしまう。まあ、結局社会の分断ですね。だからこれ社会の問題だとして捉えなきゃいけないのに、分断された社会からこれを見ると、そのなんていうのかな、原因を正確に理解できない状態になっている。原因を理解するには今の敵対感情、自分とあいつは違う、あんなひどいやつら自分とは違うと、自分はあいつらと違うんだって感情を乗り越えないといけないんですが、しかしそれが障害になっているんですね。まあ、そもそもが他人と自分に格差を感じたりして、でその中で苦しんでた人、卑屈になった人がその陰謀説で一転して俺たちの方がすごいっていうふうになれば、そもそも自分と他人は違うっていう感情、自尊感情ですか、自分の方が他人より優れている自尊感情がベースになります。で、そういったものを信じ込んでいる人を見て、で、その信じてない人から言うと、その人たちは本当にバカだなっていう感じが受けて、そのなんていうかな、自分たちの反面教師っていうか、自分たちが作りたいものだというふうに見るっていうのはなかなか難しい。これもまた今の社会なんだと思う。まあ、競争社会でね、自他の優劣の比較をしてますから、みんな自分は他人より優れていたい、負けたくないみたいな気持ちがある。だからそれが満たされずに陰謀論に陥った人、そして陰謀に陥った人を競争社会の中の勝ち目が見るとどうなるかっていうと、そのどちら側から見てもそのみんなでこの現象を作ってるんだっていうのが、陰謀論者とそれをその否定する人たちっていう、この社会の分断をみんなで作ってるんだっていう感情、見方なかなかできないと思う。しかしそれをやっていかないとなかなかうまくいかず、まあ次の大統領は多分バイデンさんですね。バイデンさんが今求められているのは、分断されたアメリカ社会をもう一度インテグレートっていうんですか、まあ彼は言ってもアザーネーションですね、一つの国として、Time to get together as a nation って言ってます。そういったことにする時なんですが、まあどうなっていくのか。まあアメリカは今癒しをして必要としていると、繰り返し演説や報道でヒールする必要があると、ヒールする役割がそのバイデンさんであると、そしてそれによってアメリカはもう一つになれればということなんですが、その格差とか分断とか孤立とか、これが生み出したこの対立状態に陰謀説っていう精神的な心理的現象が加わってかなり複雑なものになったところを、まあ、どう解きほぐして元の形にしていくのかっていうところにおいては、その敵対感情というよりも問題の原因が一体何なのかと深く洞察して、社会心理現象としてのこの激しい対立だったんだと、だからみんなで作った対立だというところに行き当たればとは思いますが、まあ、どうなるかっていうことですね。バイデンさんは基本的にこうよく言われるのはシンパサイズですね、同情できる人、共感できる人と、他人の苦しみに共感できる人と、なぜかというと自分が不幸これにあったと、妻子を自動車事故で失ったり、まあ、長男を病気で失ったりした人だと。で彼はその今度大統領になれば世界でっていうかアメリカ史上最も高齢の大統領、まあ、遅咲きの大統領ってことになります。まあ、彼ずっと大統領にチャレンジしたけどなかなかできなかったんですよね。16年前ですか、まあ、もちろん4年前はヒラリー・クリントンさんが大統領候補だったから、彼はその民主党の中の候補争いに負けたと。
で、それから8年前、それから12年前ってことになりますか。それはあの要するにカリスマ的な若い大統領、オバマ大統領、そのスターの陰に隠れて、もちろん大統領しあの候補としては、まあ、なれなかったと。ただオバマ大統領に、まあ、副大統領に指名されたんですよね。そこで、まあ、非常にこう有名になっていった、まあ、ようなことも含めてですね、なかなかうまくいかなかったんだと思います。そして、まあ、このラストチャンスの77歳、11月20日で78歳になるそうですが、その時に初めて、まあ、大統領になるということです。まあ、そういった自分がいろんな困難にあって、そういう苦しい思いをしたから、この人は他の苦しみ、これに共感できる人だと、 The person who can sympathize っていうふうな触れ込みが結構強いので、まあ、陰謀説を信じるに至った、その彼に投票しなかった人たちの背景にあるいろんな苦しみ、怒り、そういったものを自分の過去の経験からこう吸収理解してやっていく可能性はもしかしたらあるのかなと、まあ、そういったところは感じますが、ここで私の趣味の先生学これをお話をするとですね、皆さんにも先生学の話だと思うんですが、米大統領選挙においては、まあ、前にこういうことを言いました。11月3日の投票日の時はトランプもかなり強い状況、非常に粘り強い、そして彼の、ね、悪なく戦いっていうんですかね、戦い続けるっていうか、そういうような傾向があると。しかしやっぱり幸運なのはどう見てもバイデンの方が幸運 でそれは11月の下旬ぐらいからさらにどんどん強くなっていくて、ね、トランプさんがですね、先生学上一番良かったのは11月2日までです。11月3日からもうまだ絶頂期なんですが、それからだん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 弱くなって、トランプさん自身を見ると11月下旬からさらに弱くなり、一方でその反対にそのバイデンさんは11月の20日ぐらいから下旬からさらに良くなるっていう形ですね。まあ、尻上がりとそれから尻切れというか、まあ、尻すぼみの関係にあります。でバイデンさんの今の先生学的勝利は彼が副大統領になった時の勝利と同じですね。でトランプさんのですね、大統領になった過去4年前の勝利っていうのは、その勝利はですね、11月2日までの勝利と似てるんですね。それから11月3日以降ちょっと変わってしまってて、まあ、今回はちょっと難しいかなと。先生学的に言うと、まあ、バイデンさんがいい勝利 でトランプさんは、まあ、ちょっと長期的に言うと去年ぐらいからだんだんこう悪くなってきて、去年19年ぐらいから、まあ、今年が悪くて、で来年も悪い、数年がちょっと悪い状況になって、で短期的に言うと11月の下旬ぐらいからさらに悪くなっていくので、まあまあ、法的闘争はある程度するんでしょうが、まあ、しなければいいですが、しても、まあ、11月下旬から12月ぐらいになって、まあ、どうにもならないようなことになるのかなと私は思ってますが、これは私の趣味の話ですから、むしろだというか先生学っていうものを研究する中で現実と付き合わせなきゃいけないから、まあ、まあそう言ってます。あと先生学っていうのはその個人のですね、出生時間ですね、誕生日時間、誕生日と誕生日時刻っていうのが分かんないといけないんですけど、トランプさんとバイデンさんの正確な誕生日時刻が分かってるかっていうと、先生学会で必ずしも分かってなかったりして、トランプ大統領に2つのチャートが出生時間があって説があって、どっちが正しいんだって説があったりして、で先生学の世界で、私の知っている先生学の世界ではですね、これ間違ってるかもしれません。私が見聞きした感じの中ではトランプ大統領が勝つっていうのは多かったですね。それはトランプ大統領のチャートだけ見るとやっぱり強いんです。で実際トランプ大統領今回今回のバイデンさんを除いてはアメリカ大統領選挙史上最多数の得票を得てるんですね。7000万票以上で、バイデンが7500万で、第3位がその最初のオバマさんの時の6900万票ですか。だから非常にこう強力な2人だったと、まあ、史上最大の最多のですね、得票を得た激しい接戦、激戦だったと思います。だからこれは一つアメリカの歴史に、まあ、いい意味でも悪い意味でも残る、そういったものだったのかな、大きな歴史の転換になるのかなと思います。でバイデンさんに関してはさっき言ったように、78歳です。78歳っていうのはアメリカ人にとっては重要な年なんです。なぜかというとアメリカの平均寿命は78歳だ。アメリカ人というのは、日本人は平均寿命はご存知ですか？84歳です。
戦後ですね、アメリカはですね、戦後っていうのはあの第二次世界大戦の後ね、アメリカにはたくさんの戦後があるからね、日本の戦後第二次世界大戦の後ですね、1950年代において世界で最も寿命がなかったのはアメリカ合衆国です。1950のね、アメリカの要するにあの最高の時だと振り返られる1950年代、その時の日本の平均寿命は50歳です。今よりも30歳ぐらい少ない。それから日本が一気に追い抜いていくんですね。でもう一つです、最近5年間ぐらいアメリカは平均寿命は伸びてません。5年ぐらい前が最高で、それから少しずつ落ちてきちゃってるんです。日本はあのひたすら伸びてる。日本とアメリカのですね、大きな違い、そしてかつ新型コロナに際してもその差が一層開いたってことを今からお話したいと思います。もう一回言いますが、5年ぐらい前がアメリカの平均寿命があの最長です。そしてそれからあの落ちたり横ばいになったりしてしまっています。その理由は例えばその先ほどのグローバル化で格差が広まって、でそれであの人口は増えてるんですけど、その貧困層がいるんですよね。ですから20歳から65歳の労働年齢層において自殺だとか薬物だとかアル中とかによるそういった死亡率、これが高くなっていると思います。貧富の格差による低所得者層の、まあ、苦しみっていうのが、まあ、強かったということだと思います。こういうことを、まあ、リーマンショックの後なんでしょうが、そしてグローバル化が進む中なんでしょうが、アメリカ社会っていうのは分断されたアメリカ社会として本当に経験してきたんだろうなと思います。そして、少し前ですね、2016年17年シーズンか17年18年シーズンのその冬季に中心にインフルエンザで6万人死ぬ、6万人です。日本はインフルエンザで、ね、直接大体3000人、関連して1万人毎年死んでますけど、そのアメリカは数年前にインフルエンザで6万人大流行で死んでます。だからアメリカの今回の新型コロナウイルスっていうのはその20万人以上死んでて、年末までに30万人とか40万人とか言われてますけど、突然起こった問題かというとそうじゃなくて、ここ数年間のアメリカのそのマイノリティとか低所得者とかを中心とした健康問題が現れてきた、その一環として寿命が伸びなくなった。インフルで6万人死んだ、で今年は新型コロナにもろかったということなんですね。でそういう状況だと、で20万人30万人死ぬんだから、ここでまたですね、そのアメリカの平均寿命っていうのは下がりますね。一方日本はどうか、ただひたすら平均寿命上がってるわけです。でまあ今年になってから去年の平均寿命の統計が出ました。またまた伸びていったとです。そして来年はやっぱ新型コロナもあって、新型コロナで1500人死んだ、1500人ぐらい死んだからって寿命があの短くなるかとならないんですね。いやそれどころじゃないんです。あの4月までにですね、統計をまとめると、今年の4月までの4ヶ月間は去年の4月までの4ヶ月間と比較して死亡者がですね1万人近く減ったわけです。で7月までを比較すると1万8000人減ってます。これ一体何だと。患者さん通院数も2割減ってます。これ一体何だと。つまり新型コロナで健康意識が高まって、健康意識が高まったかって調査をすると生命保険会社が5割ぐらい高まったって回答です。でどんな風に変わりましたかというと、健康習慣が身についたと。つまり食事が改善したとか、運動するようになった人がやっぱり5割ぐらいです。でその結果、病院に行かなくてよくなって患者さんが減ったと。患者さんが減ったことを思ってですね、医療側はですね、こう思ったんです。新型コロナの院内感染が怖くて、みんなその病院に来なくなったんじゃないか。そうすると病気の早期発見ができないから死亡者が増えてしまうんじゃないかっていうふうに思ってたわけですが、実は死亡者は、増えずに減ってしまってですね、簡単に言うと今まで体調管理をやれず体調不良をその無駄に起こしてで病院に行ってた、その余計な通院がなくなったっていう説がこう出てきてるんですね。でここまであの7月までに1万8000人減った、あと12月まで行くと3万人ぐらい減るかもしれません。で去年はどうだったか、去年は一昨年と比べて何万人か増えてます。なんで増えるんですかと、コロナがなかったじゃないですかと、あコロナねちょっと話が混乱しましたが、それはあの高齢化社会だから死亡者は前年に比べてずっと増える傾向だったんです。
2万人3万人増えてきたけど、今年もだから去年に比べて2万人3万人増えるかと思ったら逆に2万人3万人減ったから、多分コロナによって5、6万人死亡者が減ったという恐ろしい状況が日本にはあるんです。20万人30万人死亡者が増えるアメリカと5、6万人死亡者が減る日本、平均寿命が停滞してさらに短くなるアメリカと平均寿命が新型コロナで加速した日本、この違いってのは一体何だろうかと。これがやっぱり新型コロナが稀に見るパンデミックということだと思いますね。今はまあ世界に相当感染者いますね。正式にコンファームドケースってありますね。確認された PCR 検査で確認されたケースが何千万人っていうけど、確認されてないものを含めたら1億人ぐらいいってるんじゃないか、もっといってるんじゃないか、 WHO が言ってます。まあスペイン風邪ですね、100年前もそれが5億人の感染者で5000万人から1億人の犠牲者ってことですけど、まだまあ世界の、死亡者とか感染者がそのレベルには達してないけど、それは統計上の問題で、だいぶこう追い上げてきてるのかもしれません。まあ確かに死者が5000万人に行くとか数千万人になるってことは多分ないんだろうと思いますけど、しかし報告されてない感染者、報告されてない死者、これはいるんだろうと思います。だから相当大きなパンデミックだっていうことだとは思います。そしてこういったジャイアントのパンデミックは世界を変えるって言うんですよね。その後リードする世界を変える、覇者を変えていくってことがある。まあ、2世紀の天然痘はローマ帝国の権威を失墜させて、天然痘の死亡率が低かったキリスト教会が爆発的な人気、これを博して、で信じる者は救われるってことが生まれたと言われています。キリスト教を信じれば天然痘から救われるって言います。でも14世紀になると今度はペストが流行した時に信じても全然救われないっていう状況になりました。そこでそう、そのカトリック教会の権威が落ちて出てきたのがプロテスタントって新しい流れと、それから分裂すれば教会権力自体が弱くなって絶対王政になって、それを通じて民主主義になっていったことで、14世紀のペストっていうのは近代の陣痛、近代社会を生み出したと。で人口がすごい減ったから一人一人の農夫ですね、荘園制度、封建制度みたいな中で支配された農夫がですね、非常に貴重な価値になったわけです。でその人たちがまあ独立して消費者となって所得も上がったから、そこからまあ近代の資本主義の源である個人の消費者みたいなのが出てきていて、あとはまあキリスト教の信仰、これがもう権威が失ったから、いわゆるルネッサンスですか、近代科学思想、これが出てきて、でキリスト教では治らなくても医療技術で治るっていう時代、これが14世紀から15、16、17、18、これ生まれてきて、まあ、18世紀にイギリスでその産業革命ですね、そういった近代の日本、近代のこの人類社会の礎となるようなことが、その長く続いた中世からそういう近代社会になる、その境目にあって大きな影響を与えたのがこうペストだと言われています。また16世紀ぐらいになって今度はコロンブスやスペイン人が要するにアメリカに来ました。でアメリカ大陸のインカ帝国、アスト帝国をあっという間に滅ぼして、そのヨーロッパ人の、まあ、そのなんていうか米国っていうか、これが確立した。その理由は戦力においてヨーロッパ人の方がその優れていたかというと、まあ、そういう面もあるが、わずかな軍隊であちらの数十万人の軍隊を圧倒したのは天然痘なんですね。で欧州の人は天然痘に免疫があって天然痘を持っていた。であちらはそれに感染してバタバタ王様とか大臣とか死んでいく。その中でアステカインカの人たちはその病気っていうのは神の仕業だって、神様なんていうか薬病神っていうと思うんですが、だからこう考えて、我々はバタバタ死んでいて彼らは生きていると、いうことは彼らが信じている神、つまりキリスト教、これが正しいんだということで一気にこう回収していったと、ね、戦う意欲がもうなくなってしまったことにインパクトがあったと、まあ、天然痘が天然痘がこう宗教を作り出した、まあ、こうして宗教は感染症が作り、戦争は国家は戦争が作り、そして宗教は感染症が作るっていうのは、まあ、歴史があると思うんですが、まあ、今回ですねこの世界を変えてきたパンデミックの一つが21世紀の初頭に起きて、でこのアメリカと日本と
中国と含めてこう世界全体に影響を与えて、ヨーロッパもそうなんですが、これからどんな社会になっていくのかなってことを考える中でですね、このコロナによってその寿命が伸びる国と、コロナによって寿命がこう短くなる国、それがコロナの前からの傾向をさらに加速するような形でこう表しているっていうところ、これがまずあるということ。そしてこの新型コロナの後に世界がどんな価値観を持つか、その今までアメリカそして中国、これがマネーとなんていうか軍事力ですね、これで大国だと言われてたんです。価値が要するにマネー、お金、それから軍事力っていうか、まあマネーですね。これが人の幸福だと。それでみんなマネーゲームというかグローバル経済やってましたけど、その二大国が新型コロナにおいては中国は感染の発生源になってるわけですね。だからあの国に行きたいとか、あの国をモデルにできるかというと、まあその自由もないしね。じゃあ今度は今まで筆頭だったマネーマネーで来てたアメリカが、新型コロナウイルスが広まってもトランプはマネーじゃないですか。だから経済活動をやるんだと、マスクなんてはめてられるかみたいな感じ でバイデンの方は、まあ、経済もあるが、しかし感染も抑えなきゃいけないからマスクしながらっていうようなところで、そのアメリカでの本当にこうマネー価値、これを見出した国だと思うんです。しかしそのアメリカが感染で最大の被害を受けたと、こういう状態の中でアメリカが、そう、アメリカは世界中から自分たちの国に、魅力のある自分たちの国に人を引きつけてきた、その魅力があったわけですね。でたくさん移民が行ってアメリカンドリームってことで、世界の最高の国にたくさんの優秀な人材が行って、だからアメリカが一番強い国だったんですが、今後アメリカに行きたいっていう人が今までと同じようにいるのかなと、また世界がアメリカをモデルにできるのかなって。でアメリカの源に欧州があって、精神的な価値観は欧州が中心だった。でも最近あるその主要紙がこういうことを書いて、最近実はですね、アメリカもヨーロッパもこの冬場に来てその最大の感染者数になってるんですよね、うん、もう一回増えてきちゃったわけです。最初こう実は新型コロナっていうのは今まで世界を一つの国で見ると第一波終わってません。最初1月2月3月が増えて、夏場が平均的で今が最大になったの。世界を一つの国となったら第一波が終わったことはない。日本は3月4月が第一波で、7月8月が第二波 で今なんか北海道その他中心に第三波かみたいな感じになってるんですけど、世界全体で見るとその第一波が、世界全体で見ると感染者数が減ってるっていう時はない。まだ第一波中なんです、簡単に言えば、うん、だから皆さん来年の春ぐらいまで注意しないとダメです。まだ終わってないっていうか、第一波さえ終わってないのは世界を一つの国と見た時です。で今こうやって増えてるのは欧米とかでまだ増えてて、フランスとかスペインとかイギリスとか、まあ、そういったところでまた再ロックダウンみたいなことをやってるんですよね。でなんで再ロックダウンになっちゃうかっていうと、まあ、やっぱり経済活動っていうのがあると。それからもう一つ民衆がですね、やっぱりまあ、フランスとかってラテン系なんですかね、やっぱ新型コロナがあってもやっぱハグしちゃうし、やっぱりこうしちゃうし、足先こうしちゃうしっていう。でお医者さんの友達がいますけど、お医者さんはこういうんですね、病気っていうのはやっぱ本人が気をつければ治るが、本人気をつければ病気になって、でお医者さんの医者のところに来て薬を出してくれって言われたら治らんと。だから病気ってのは自分で作ってるもんだって本音を言う方がいます。で欧州を見るとですね、これは私の情報じゃなくてそういったいくつか その主要紙に書いてあるんですけど、この生活習慣行動習慣じゃ自ら感染してるようなもんだという感じですね。で私の知り合いにこういう人がいました。酒やめるぐらいだったら死んだ方がしたと。そういうのあるんじゃないかなと思うんですよね。なんていうかラテン系の人っているじゃないですか。まあ、ドイツとかイギリスとかはこう真面目だから困ってるのかもしれないけども、しかしその下のところってのはやっぱり人生のこのなんか喜びって言いますか、それを犠牲にしてまでその感染を防ぎたいとは思わないっていうのは、そういうような傾向もあるんじゃないかなと思って。そうするとなかなかこうその近代社会、近代の人類社会をリードしてきたそのヨーロッパとアメリカっていうのが世界のモデルになりにくいだろうなって思うんですよね。そんな状況があると思います。で、まあ、今まで欧州は反と批判と日本はしてきたと。しかしこれからはどうもそういかなくなるようだと。
いうなんか産経新聞かなんか新聞の記事があったけど、まあ本当そう思う。で、私が言いたいのは、気づいてみると、なんとその21世紀に最も人々が重要視するであろう、マネーでもなく軍事力でもない、健康健やかに生きるというその能力、その点においては、気づいてみると世界のトップには誰がいるか、どこの国が平均寿命が一番長いか、どこの国が新型コロナウイルスの対応で逆に寿命が延びるか、どこの国がって言ってると、気づいてみると我が国ではないのかっていう、その恐るべき事実にですね、突き当たるわけで、これはジャパンズミラクル、ジャパンズワンダーって言われてます。あの3月4月の頃で、あのニューヨークに行ってる日本人は本当にもう東京は壊滅すると思った。ニューヨークでこれだけひどくなってるけど、それが日本に行けば必ず来ない。ニューヨークもはるかに過密三密だと、あの満員電車の伝説神話が あると。で、東京は3000万人の東京メトロポリタンですね。北京さえ2000万で、マンハッタンだって1000万しかいない、最も人口が集中していると。しかも日本はその新型コロナに一番弱い、新型コロナで死亡する可能性が高い高齢者が一番多い、世界で最も高齢化が進んだ国だと。そしてヨーロッパなんかに比べや、ニューヨークとかパリに比べれば、あの武漢から最も近いんだ、中国から最も近い隣国だ。だから日本はもう壊滅間違いなしという感じで必死にこう警告してる。日本人はこう油断してる、ダメだダメだと思って、でしばらく1ヶ月2ヶ月経ってみると、どうもニューヨークと全然違う、100分の1の死亡率なんですね。まあいろいろ調べていくと、ニューヨークでコロナで入院した人の4割は肥満だそうです。日本で、コロナで入院した人は肥満が 5.5% くらい、普段の健康度が違うみたいなんですよね。で、それが全ての原因じゃないでしょうが、なぜか全部まだ分かってないんだが、まあ、こういうような明らかな差、これができちゃってる、まあ、これが現実として今あるのであります、そしてあの世界はですね、そのマネー、これがあってもやっぱり健康がなきゃしょうがないだろうと思うんじゃないかと思います。ジョンソンだって死にかかったわけですからね、イギリスの首相最上流にある人が。そして、何でしたっけ、トランプもかかったですからね。トランプは例えばレムデスビルと、それからあれですね、ステロイドですね、それからその抗体のカクテルをもらってかなり早く回復しました。あれが3月4月だったら、ジョンソンと同じように集中治療室に行って生死をさえまわったかもしれません。アメリカ、ヨーロッパのトップの人たちがああいうもので健康を損ねたら、あれだけ政治的権力やお金があってもしょうがないじゃないかと、そういうになるかもしれない。21世紀に健康健やかに生きていくこと、これが非常に重要な価値だと人類社会全体が思うようになった時、その時にモデルとするべき、規範とすべきその民族や国はどこだと。で、今欧米とアジアを含めてですね、十数カ国に意識調査をやって、コロナが収束したら行きたい国はどこかというアンケート調査。そうするとダントツで日本ですね。理由は清潔だから。まあ温泉がいいとか和食がいいっていうのもあるみたいですが、そういうふうになってるみたいですね。そういう国を今我々は自分の国として見てるわけであります。そういった意味で今回 そのアメリカの大統領選挙ですか、それは今私お話したことを一種象徴してるんじゃないかなと思います。すなわちそのアメリカ合衆国っていうのはいろんなとこから人が来ますから、世界の縮図だって言われてるんですよね。で、世界の縮図が象徴がアメリカだと。で、アメリカ人はだから俺たちにとっていいことは世界にいいんだと、そういう間違った考え方を持つことはあるんだが、その祝座として、そしてバイデンさん、それからトランプさん、これがこうああいう形になって争ったと。で、両方とも高齢なんですよね。片っぽが77歳から78歳、片っぽが74歳から、これは世界が先進国中心に高齢化社会になっているんだと思われてですね。で、片っぽはちょっと太り気味でコロナにもかかってしまったと。片っぽはスリムで77歳、78歳で、まあ、その大統領にチャレンジする、多分健康管理というかな、それができてるんだと思うんですよね。そしてコロナにもかからず、まあ、
選挙戦を勝ち抜いたっていうことです、うん、まあ今後要するにそのね不動産をそしてビジネスマンそしてまあ官邸と億万長者ですね、でまあこうたっぷり太っているとそしてコロナにかかってしまったとそして選挙に負けてしまったとそういうような流れ、それからまあそうじゃないバイデンさんの流れ、これはアメリカの中でのその2つの流れの縮図なのかなと今後どういう人たちが中心になるのかどういう生き方どういう価値観の人が中心になるのかっていうところにおいては苦しみをいろいろ経験してで健康を管理して長生きして生きていった人たちこれが同じ苦しんでる人たちと共感してこう絆を作って分断を超えていくこういったことかもしれないでそういったことかもしれないとするとそれがアメリカの中のバイデンさんだとして世界の中でそういったことこれをやるべき民族国っていうのはアメリカなのかそれとも別なのかと思うと少なくとも部分的にはですね一番長寿であってでそしてまあいいですね、過去に第二次世界大戦大日本帝国というあれは完全に陰謀説で突っ込んでいるんですよねそういった傷これを持って今もまだその朝鮮とか中国とかの間の分断これを経験しそれをこう負い目にっていうかな背負って生きていてで新型コロナに際しても健康意識を高めて寿命を伸ばしているその国っていうのはそして今最も行きたい国とされているその国っていうのはね世界に何かこう肯定的なことを発信していく欧米ばかりが世界の思想や生き方ライフスタイルをリードする時代じゃないその始まりではないかな21世紀はアジアの時代とよく言われてますそうすると普通みんな中国の時代だと思うんですよね、でもそうじゃないんじゃないかなとあそこは感染症が出ちゃったところですからね、うん、で感染症が出ちゃったところと感染症の最大の被害これを受けてるところじゃなくてその間に挟まれた国ではないかなとが少なくとも一つじゃないかなと私は思っていますでちょっと話がまとまらないんでこの話はまた別個の話になるんですけどもこの世界の縮図ともよるアメリカの中の大統領選挙のその際立った異なる個性を持った2人の対立と、まあ、今回の結果っていうのはそれは世界全体に投影されるかもしれないと思っていてそのアメリカだけではなくヨーロッパだけではなくてアジアが日本がですねあの世界全体の21世紀の生き方考え方といったものをこれを、まあ、想像していかなくちゃいけない、まあ、時代になってるんじゃないかなと思います。今日はあの実際に仏教や心理学のその苦しみの解消をする知恵ってものをお話ししようと思ったんですけど時間がこうなくなってしまったんで、その中にはこう心理学的なこと仏教的なことも表現を変えて私なりには織り込んだつもりなんでありますがそのことはそのテーマに関してはこのダイニングでですね公開中継はできないんですが改めてお話ししたいと思います。これは第一部はだいたいこの辺で私の話を終わってで、何でしょうか質問です、うん、とても尊敬していた社会貢献をしている方が昨年ぐらいから Q アノンの思想にはまってしまいドン引きするようなツイートを連日行っています。このような陰謀論にはまっている方に対しての接し方このような陰謀論が蔓延している中でどのような知恵を持って生活していけばいいのか教えていただけると幸いです。まあ、尊敬していたその理由が社会貢献をしていたと言われています。社会貢献をするっていうのはいいことですけどやっぱり自分が善人になりたいという気持ちでやっぱ社会貢献しますよね。でそういう人の中にその並走において社会貢献 なしには自分の自尊感情が満たされない自己肯定感が低いところを社会貢献で、まあ、埋め合わせてたのかもしれないんですよね。そういうふうになるとですねその社会貢献の延長上で Q アノンという極めて神聖な聖なる真理、これを私は巡り合ったこれで世界を救済するんだというオウム真理教の考え方ですけどそういうふうになってしまうかもしれない。オウムの人たちもみんな社会の救済社会の救済って言った善人になりたい社会を救いたいと慈善活動をやらせば本当に一生懸命やる人でそれよりも優れた慈善活動っていうか救済活動としてオウム真理教の活動があったけどその結果そこでその善悪の価値観が反転するわけですね。
この世界は悪に支配されていると、それに対して自分たちは我が身を犠牲にして戦って善の世の中を作らなきゃいけないっていう、その善を極めようとしたがゆえに、しかもかつ自分こそがその善の中心でありたいと思ったがゆえにですね、悪になってしまったっていうの部分があると思います、うん、ですから一つだけ私がお伝えできることは、その人が急に Q アノンで変わったんではなく、 Q アノンにはまるその根っこはその前からあったはずだと。人間はそんな急には変わりません、うん、そういうもの、なんかこう行動は急には変わっても心理的構造は急には変わってない、だからそういうふうにその人をですね見つめ直してみたらどうなのかなと思うんですよね。で、見つめ直していった上でじゃあどうするかっていうことになりますが、まあその人はその陰謀論で本当にこう生きがいを感じてるんだと思います。慈善活動よりもはるかにですね、こう生きがいを感じてるんじゃないかと思います。まあ要するに陰謀論というのは、それを信じられればさっき言ったハリウッドの映画のようなものですね。まあ簡単に言うと陰謀説っていうのは普通の人見たら架空ですけど、しかし陰謀説を信じれば自分が真理に目覚めたわずかな存在で、で自分たちが必死に頑張ってまだ目覚めてない大衆を救うんだと、トランプ大統領をキリストとしてとか、そういうような感じにこう燃え上がる宗教みたいなもんですから、です。で、そういうのってのは普通アニメの世界に、映画の世界に、そのハリウッドとかなんとかアニメーションにあるわけです。しかし陰謀説っていうのは、そして宗教っていうのは、それが現実にあったように錯覚されるんですね、うん、アニメにはそういった善悪で神様と正義と、それから悪魔と敵が戦うってことがあると思うんです。悪と正義、神と悪魔の戦いアニメにありますよね。でみんなそれを見てすごくこう面白いなと思いながらも、でもこれはアニメ妄想フィクションだからなと思って日常に帰る。でもその日常にそのアニメのワクワクする世界があるとなったらものすごい喜びなんですよね。それがオウム真理教です。アニメで見ていた、本で見ていた、雑誌で見ていた、20世紀末に来る終末に現れるキリストとそのキリストの集団、世界を本当に真理にするっていう、そういう話、こんなのあんのかな、あんのかなってワクワクしてた時に、あるよ、その中心は俺だって言ったのが明日あらオウム真理教。それにガーンとはまるんです。だから現実の陰謀論にはまるってことは、そのアニメに何だっけ、キナとかの刃、鬼滅の刃にはまるどこじゃない、鬼滅の刃の炭治郎くん、炭治郎くんですね、炭治郎くんになりたいなりたいなりたいと思ってた人が、なれるよトランプの元ではってことでブワーッと盛り上がるんです。あ、サハラの元では、だからそれはものすごい中毒です、うん、それからね脱出は本当大変ですよ。だから例えばあなたは Q アノンのもとじゃなくこっちの方で救世主になれるっていう別のね、そのものをあげてあげるとかね、あなたはそこでいなくてもこっちの方がすごいんだと、あなたはその Q アノンなんかから独立してこっちでやった方がすごいんだって感じで、その相手の自尊感情をそれよりも強く満たしてあげられる別の何かがあればですね、それは外しやすいと思いますね。 Q アノンなんかを信じてあなたはいけない、あなたはもっと価値があると、こっちの方をやってくれた方があなたは本当になるんだと、うん、Q アノン程度なんかダメですよというふうな感じでいくんだったらいいんだけど、 Q アノンはバカだっていうと本当に自分の一番大切なものを砕かれるような気持ちですから、それは失敗します。宗教にハマってる人も宗教を否定したらですね、脱会の支援ができないと、うん、一応こう共感して縁をこうやっといて、それが架空なのかなって疑問が出てきた時に渡りに船で行ってあげれば脱会できますが、その本人がそののめり込んでてそれを認めてもらいたい一心の時ですよ、自己の存在の価値のために、それを 真っ向から否定したら悪魔にされて終わりなんです。私もアレフにとって悪魔になりました。オウム真理教はですね、朝原が行った時は創価学会、これを悪魔と見てサニを巻こうとした計画があったと言われています。でも最近はですね、アレフのなんか考えではアレフの幹部はこう言ってたそうです。あるそのアレフの信者に対して、あなたは創価学会に行きたいの、はい創価学会に行きたいです、それはいいと、でも光の輪だけはダメという感じになって、悪魔の中で悪魔になって、だんだん創価学会は良くなって、で光の輪は悪魔になって、それは悪魔ですからね、本当自分の最も大切な神をこう否定するのが悪魔なんですよね、そういうことです。
だから自尊感情に飢えた状態なんだと。それは本当に彼にとって苦しく、そしてそれを満たされることは本当に天にも舞い上がる気持ちなんだと、うん、鬼滅の刃の炭治郎君、これになったような気持ちなんだから、それがわかるって言って、であの映画なんかわかんないけども10回も20回も見に行く人がいるそうですよ、ね、あれにハマって、でハマってそのいるわけですよ、バーッと。だからそしたらもっといいアニメあるよっていうか、あの鬼滅の刃なんか面白くない、こっちの鬼滅の刃スーパーっていうのがあればいいんですけど、そっち多分皆さん持ってないと思うんですよね、そういうのってね、うん、QR じゃなくって、うん、カラオケの方がいいって言っても来ないですよね多分ね、炭治郎よりも巨人の星が一番来ないですよね多分。だからこうなかなか難しいんですよ、うん、だから見守ってあげて、その人がだんだん限界を感じてきたら、どうも違うのかもしれないなと感じてきたら、そこでこう救い出してあげるみたいなので、縁を保ってまずは否定しない、一応受け止めてあげて、で落ち着いて考えていって、彼の中に彼女の中にそれに対する疑問とか無理とかを感じ始めてたらば、そこから持っていくことはできるが、その人を全面否定するとダメですね。だとにかく辞めるときには、自分が辞めたいと思ったときに辞めた方がいいんだよって言ってあげるしか基本的にはなくて、そのカウンセラーとかなんか他の人に合わせてもですね、ダメです。まず行きません、そういう人たち、悪魔だからってことで行かないんで、で自分で行くようになったらもう大丈夫です。要するに脱却するための理屈が欲しいだけだから、そういう感じですね。だからまあ見守ってあげるしかないと思いますね、基本的にしばらく。まあまあまとめると、第一に、全面否定すると悪魔になって縁が消えます。そしたら救うことができません。二つ目に、今話してその受け止めてあげた上で、でも疑問を持ってたら、そこをこう引き出してあげて、あなたすごいねって感じで、そこのとこ気づいたんだって感じでこう称賛してあげるって言われて、否定するんじゃなくて称賛する形で引き出せればそれがいいと思います。でただ今それの時期じゃなかったら、いや、やっても無駄だからしばらくね、3番目としてはしばらく見守って、限界を感じていた時に、ある前ですね、感染症みたいなもんですから、流行が終われば脱却できますから。そのトランプさんを含めた陰謀論の、ね、現象もやっぱ感染症だと思います。あれは新型コロナを超えた後の精神的感染症、あれもですね、そのうち癒されると思います。それをバイデンさんができるかどうか、これはまあ彼が自分の人生の中で経験した人生苦、この深さ、これが生きるという話はしましたが、まあ、そういったワクチンをね、また治療薬をね、持ってる人と、その自分が要するに挫折したわけじゃないですか、自尊感情がボロボロになったわけです。その苦しみを経験してるその度合いによって、それがそのために陰謀論にのめり込んでる人とどう対応できるかっていうのが決まってくるんだってことなんですね。ですからまあ究極的に言うと、そういうものを救うとすると、それと皆さん自身が自尊感情にひどく傷ついて、でそれでもコロナにはまらずに、あ、コロナじゃない、陰謀説にはまらずに、その抜け出すと、なしは一回はまってから抜け出すという自分の傷ですから、それによってこそ癒せるのかなってことだと思います。なんかこう言ったら導けるのか、この人に合わせたら導けるのかじゃなくって、そのはまってる人と同じだけの苦しみと、苦しみを歪んだ形で解消した経験と、解消しようとしてそれから苦しんで抜けた経験と、まあ、そういったものがあるかないかが、まあまあその人たちを全導できるかってことです。まあ、ご質問がその人を QR 論から外したいというご質問なのかどうか必ずしも分かりませんが、もしその人に縁を感じてかつて尊敬してたってことで、そういったことをやめてほしいなって思ったとしたらですね、それは単純に口先だけじゃダメですね。自分の深い傷とそれからの脱却、その人生経験が最大の武器になると思うんですが、そういう社会じゃあんまないんですよね、お金だ、自分の方が恵まれたい、キャリアアップしたい、メジャーになりたい、傷つきたくない、そういう社会なんですよね、傷を持っていてこそ他人の傷を、苦しみを背景としたのめり込み、これに共感してまた伝道できるんだ、それを価値観とする社会じゃあんまないんですよね。ただまあ、トランプさんもバイデンさんもいろいろ苦労してると思うので、
今回、今後のアメリカ、そして日本の社会がいろんな苦しみの経験の中で一歩一歩進歩していくことは、まあ、人類、全体への愛っていうんですかね、人類はいろいろ失敗したのが成功する、進歩していくんだっていう視点から私としてはまあ信じたいとは思っています。他はどうですか、大丈夫、はい、ではあの今日の、まあ、第1部公開ライブでお送りしましたが、時間をちょっと超過してしまいましたが、まあ、現在、最もですね、重要な問題を一つの教材として、まあ、光の輪で、まあ、お話ししてます心の幸福っていうのかな、まあ、健康っていうんですかね、それにも結びつけてお話しできたのかなと思います。でそれでまあそろそろここら辺で皆さんとお別れしたいと思います。長らくご清聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。